ここはトスちょっと集中ですね。そうですね、攻めていてで意外とスコアと、ね、先に取られるケースありますから。阿部です。クビツァが中、いいボールが出ました。んとキーパー高崎です。高崎がとにかくその最初のゲームですよね、うん、7点を失ったゲームで長井に1点を取られてちょっと舞い上がってしまったという格好で、それで結局はペナルティーエリアの外で手を使ったという ね会場になりました。おっと、いいボールですね。これファウルでしょうね、当然ね。いや23番の小石のこの非常にいいその間を割って入る裏を取るこのプレーでピクンが当然これ行かなきゃいけないというファウルになりました。ちょっとね身長差がある分だけこの、はい、手がかかったように見えたんじゃないですかね、ただ今の状況これトスの本当にスルーパス1本ですが、これ今シーズンよく見られるんですよね、裏のこのディフェンスライン。そうですね、やはりもう一つねそのしっかりしたカバーリングとかいうのは、はい、少ないですね。そうなんですよね。さあそして矢部と三原がいますが、27番の三原そして26番の矢部です。ともに名古屋から入ってまいりました。三原蹴りました。うおっと入った、入りました。三原のゴール決まった。フリーキック一発、これはすごい素晴らしいシュートでしたね。うわー喜んでいますとそのサポーター、そしてこれだけみんな出てきましたが、なんかこの一発がものすごい盛り上がりを見せていますが、壁うわその上行きました今。いやこれはどんなキーパーでも取れませんね。無理でしょう。いやー三原のもう本当にもうファインゴールになりました。フリーキック一本。こういう選手がいたんですね。名古屋ですよ。三原は6月の14日にこのトスにやってまいりました。